いい一日でしたか？まあまあでしたね。はい、ただいま。毎回ゲーム起動するたびにこうやって話しかけてくれるんですよ。すぐ俺に興味なくすけどね。もう違うとこ見てるもん。はい、続きやりましょう。前回コナーとカーラが鬼ごっこしたので、おそらくマーカス編でしょう。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したという情報が、このニュース前も見たな。警察をサポートするコナー編で、やっぱりマーカスだ。このニュース自体コナー自身のことだけど、そっか、もうそっち乗らなくていいんだ。バレないもんなのかね。でもボロボロのジャケットを羽織ってジェリコを目指せとか言われたんだよね。それを探しに行くことになるのか。なんか人間に溶け込むのが慣れてない感じすんな、まだ。これこれ、一応ちゃんと聞こえてたんだな。音声プロセッサー壊れてたけど、シンボルを確認する。シンボル？何これ、なんかデータ送信されてたのかな、あの時あのアンドロイドに。このマークを探すの。何、ジェリコのアンドロイド。なんかここもそんな感じじゃん。グラフィティを見つける。これじゃん。これでしょ。恵んでくれないかい。仕方ねえな。何もできないか。まあ、お金持ってないもんな、マーカスだって。周囲を調べてグラフィティを。これだよね。これのことだよね。シンボルを探す。何言っちゃってんの？これか。シンボルを分析。それを辿っていけば手がかりがあるってこと？その、なんだっけ、ジェリコの、あの格子状のマークね。漢字の「い」みたいな。他に調べられるものは？あれなんだ？雑誌か。未来予知サイバーライフ社が開発、アンドロイド作ってる会社だよね。この会社結構世の中牛耳ってる感あるな。ちょいちょい名前出てくるけどね、サイバーライフ社。サイバーライフは従来の100倍近い性能を持つ新世代の量子スーパーコンピューターを発表した。すげえ。もう未来のことを分析できるぐらいのコンピューターってことか。未来予知、このコンピューターで攻撃的な宇宙人の侵略や隕石衝突やスーパーウイルスなどの地球規模の大災害によって引き起こされる絶滅の可能性を計算する予定とのことだ。そこまで進むのか、2038年には。アンドロイドが惑星イオを探索。そっか、生身の人間が降り立てない惑星とかもアンドロイドなら行けるっていうことだよね。結構興味深い内容だったりするよね、こういう雑誌も。なんか最初の方はあんまりまともに読んでなかったけど、ちゃんと読んだ方が面白いかもな。調べられんの、こんなもん。降りちゃっていいのかな。エスカレーター、逆走できない。できないな。あの格子状のマークを探せばいいんだよね。あれもサイバーライフ社の広告だよね。よく見かけるけど、あの広告も。目の前にあるやつそれじゃない？なんだなんだなんだ。すみません。すりじゃねえだろうな。まあ、すられるようなもん持ってないけど、何も。なんだあの野郎。帽子かぶってたから一瞬ちょっとレオかと思っちゃったわ。レオだったらぶん殴ってたけど。これまさに目の前のこれだな。アンドロイド、この仕掛けられる。ジェリコはどこにあるんだ？どうだ、知るわけないですよね。なになに、マンディを捨てる？アンドロイドのことかな。アンドロイドを捨てるとか捨てないって話してる。気軽に捨てるんじゃないよ。さっきと同じように
解析、ここについてるね。このマーク、シンボルを探す2分の1、もう一個あんの。どこぞ。あ、あった。これ何なんだ？なんでこれ辿ってくとジェリコに辿り着けんの？そういう情報を送信されたのかな？こないだ廃棄場で。まあとにかく辿っていけばいいんだな、次のグラフィティ。ちょっと高い場所にある風だな。って言ってもな、え、どこ行きゃいいんだ？こっちでいいの？あ、なんか行動範囲が結構広い。なんか面白いイベントないかな。ホットドッグ屋に小遣った時みたいなさ。いまだにあの体験のせいでね、いろんなとこ無駄に調べちゃうんだよね。なんもないかな。あ、赤信号でも渡れる。今までだったら信号無視なんて絶対できなかったんだよな、多分マーカスはプログラム的に自分で選択できるからね。もうもはやマーカスは人間と同じように。これもそういう表現なんじゃないの。あ、どこ行きゃいいんだ。戻ってきちゃったけど。特に調べられるもんもそんなに見当たらないしな。あれか、あれだな、星のマークにちょっと溶け込んでるけど。はい、見つけた。何、もう一個あんの。11、あ、これか。で、次は、あ、分かりやすそうだな、ロボットの絵。と言ってもな、なんか行動範囲が広くて逆に困る。自由ってのは大変だな、アンドロイドにとっては。今まで自由なんてなかったから。カールマンフレッドですって。アンドロイドが殺した。いや、ふざけんじゃねえよ。殺してねえよ。殺してないらしいですよ。本当？いや、違うらしいよ。なんか聞きましたけど、あの息子がやったらしいですよ。なんか、あ、特に何も行動を起こさないのか。何を思っただろうな、今の会話聞いて。つうか、どこだ、グラフィティ。あっちも行ける。なんか前にカーラがバス降りた場所に似てる気もするけど、近いのかな、全然違う場所なのかな。ロボットあんじゃん。あれだな、こっからでいいのか。はい、3つもあんの。あ、これだ。もう一個、あ、隣にあんな、これ。ちょっと角度が悪いな。と、ん？かがむ。あ、中入ればいいのか。カーラと出会ってほしいとこだけどね、マーカスは。カーラも頼れる人が必要だからな。で、なんか今出たな。あー、これ邪魔なんだ。つまり、あ、こいつを取り除く。よし、これで3つ目。次はどこかしら。いや、でもカールってそこそこ有名人だったんだな。街でああやって噂される程度には雑誌にも載ってるし。で、次のグラフィティ。え、ちょっと待って、どんなんだったっけ？これか。割と分かりやすそうだな。もうそこにあんじゃん。あそこにあるな。はいはい。なんかこの辺なんかありそうだな。いろいろ調べたくなっちゃうけど。ん？アンドロイド。なんかボロッボロの駐車場だな。これ駐車場ですらないな。全部廃車じゃねえか。ゴミ捨て場みたいな感じなのかな。アンドロイドもこうやって捨てられるんだ。なんかこの辺生活感あんぞ。ここに住み着いてる人がいるのかもしんないな。まあでもこれといって調べるもんなしか。じゃあグラフィティ、ゴー。いや、3つもないでしょ。ここにある。
なんだ、またなんか隠れてんのか。向こう側か。そこなんか隠れてるもんな。上に登る道を探す。登る道？脚立でも探せばいいのか。ん？スキャン。あ、なるほど、そういうことか。足場ね。これで本当にたどり着けんのか。こんなんで登る。身軽だな。結構アンドロイドの身体能力はどのくらいに設定されてんだ。なんか前もこんなん言った気がするけど、ん？あ、これそうなんだ。全然気づいてなかった。これとそこのやつね。カーラはそんなに身体能力高くなさそうだったけど、マーカスは男性型だし、そこそこ高めだったりすんのかな、カーラなんかと比べたら。え、飛ぶの？予測。予測。そんなことできんの？おお、なるほど。R に出る武藤検証。いけー！あー、不安定。なるほどね。すげえ。こんなんコナーでもできないんじゃないの？やっぱりカールが金持ちだから。ねえ、マーカスもかなり高性能な。あ、これ検証してみようか。ゴー！ん？こっからさらにルートを。おい！あーやっぱその足場ダメだな。その足場自体が不安定なんだな。じゃなくて、この辺から。あ、他にないか。すげえ。このルートなら行けるということが予測できると。かなり高性能な最新のモデルを買ったんじゃないの、カールは。ね、他に金使うこともなさそうだし、絵描くことにしか興味なさそうだもんね。で、次はどこかな。てか、なんか一応次のグラフィティ探してんだよね。こんなん、こっちでいいのかな。降りる。あるー。あのマークもついてんな。ここ、いちいちいっぱいあんな。あと2つ、これと、あれもう一個あるか。今パキューンっていった。あ、これか。うっす。よし。あ、次建物の中っぽいな。どこだ？あん中入んのかな。予測。上に登りたいってことね。なんかさっき駅で見かけた雑誌に未来予知みたいなこと書いてあったけど、あながちなんだろう。そこまでスケールでかくはないけど、似たようなことやってんな、未来のこと。ダメだー。このルートはダメと。これ楽しいな。コナーにもこの機能つければいいのに。で、こっちはゴー。大丈夫か。で、あ、こっからさらにルート。他にもあんじゃないの。あ、どっちだ。なんか正面突破じゃなさそうだな。こっちの方がなんとなく正解っぽい。だからこそこっちをやるんだけどね。行け！飛んで、嘘だ！今のは着地が下手なだけでしょ！ここ、ここで着地できてるじゃん！なんでこうなっちゃうの？もう一個の方ね。まあ予想通りというか、ここだ。横から迂回していくぜ！うお、すごい！こっからさらに分岐か。はいはいはい。どうせ正面突破がダメなんでしょ。行くぜー。高すぎる。俺でも予測できそうだわ、それは。パッと見で分かりそうだわ。ではこっちなら、すげえ便利だな。こんなところもいろんなルートを予測して確実に登ることができると。
でもやっぱ身体能力も高いよね。予測する力もそうだけど、すごいな、マーカス。すげえぜ、あっという間にファーストステージ突破。でけてっ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 てドゥ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 。サスケなんて簡単にクリアできそうだな。あ、で次のグラフィティなんだっけ。ここじゃん。ここまさにそんな感じじゃない。ほう、2038年はサスケなんて放送できねえんだな。アンドロイドに任せりゃ一発だもんな。あ、まあでもそれでも人間がやるっていうことに意味があんのかな。今だって人工知能が、ってか、ん？この辺なんだろうけど、ん？どこを調べりゃいいんだ？これのことじゃないのか？あ、これもしかしてあれか？この、なんだろう、壁に書かれているとこだけじゃなくて、柱を使って、あ、すげえすげえすげえ！柱と後ろの壁セットで1枚の絵になるみたいな感じなんだ。あのマークだね。これこれ、あ、違うの？これだよね。よし、さっき何言いかけてたんだっけ。あ、そうだ、将棋とかだって AI の方が強くなっても結局人間がやることに意味があったりするもんね。人間と人間の勝負を見たいわけで。あれ、こっちでいいのかな。次のグラフィティ、うん、進んでく感じっぽいな、なんとなく。うん、どかせー。どこに向かってんだ。本当にこっちでいいのか。マーカス、おい、あ、上に出るんだ。あー、綺麗だな、夕日が。夕日？朝日か、どっちだ、どっちかわかんねえけど。あ、なんか今ジェリコって書いてなかった？ジェリコって書いてあったぞ。あそこあそこ、船に向かう。あれ船なのか、書いてあるジェリコって。他に調べるものは。このチャプターも割とそんなに分岐がない感じなのかな。一本道っぽい感じなのかな。そんなにどっか調べるような、あちこち調べるようなのは出てこないね。ん？ジャンプ？ん？こっちのルートの方が正しかったりすんのかな。正面突破じゃなくて。予測しようぜ、マーカス。正面から。うわあ！ビビった。よかったね、ここ通らなくて。ちゃんと予測しようぜ。だからそっちからなのか。本気でビビったじゃねえか、この野郎。行くぜ。足とか排気場で取ってきたパーツなのに軽快に動けるな、マーカス。やはり高性能モデルに違いない。こっちなんもなんもないんかい。行き止まりから見たくなっちゃうよな。で、え、でもこれ登ってもこっからあの船に移れるか。そっか、ジェリコって船のことなんだ。地名じゃなくて。ん？こっちは？何もないんかい。隅々まで調べてよかったってなるポイントがあんまりないチャプターだな。まっすぐ行っていいんだな、基本的に。で、あ、なるほど。いや、いや、怖くない？怖くないですか？ブルっちゃうぜ、こんな足震えるでしょ。この手の恐怖はやっぱりあんまり感じないのかな、人間に近くなった今のマーカスでも。で、え、いや、まさかジャンプ無理でしょ、こっから。他に道がないな。飛ぶのか、マーカス。嘘でしょ、嘘。え、そこ大丈夫？なんか、あ、水になってんのか、それ。水平気なんだ。
アンドロイドって。まあなんかいろんな人によくプラスチック野郎って言われるから、金属製ではないので簡単に水に沈んでしまうっていうことはないのか。一応泳げたりもするのかな。開ける。うわ、船の中来ちゃった。おい、大丈夫かここ。あ、なんかある。明かりを見つけるか目標。お、あるんじゃないの。びっくりした、今のネズミか。うん、なんで振ったらつくんだよ。そういうもんか、そういうもんなのか。明かりを手に入れて、あ、だからってこっちなんもないか。うん、そんなに分岐がある感じには見えないな。まっすぐ進んでいくだけか。暗いな。スキャン。うん、特に何も見当たらないぜ。特別調べるようなものは。こっちでいいのか、上行けないか。ん、あ、なんかある。扉か。あ、わかんない。じゃあ調べさせなくていいでしょ。こっちか。正面の扉だけか調べられんの。でもジェリコに迎えと言ってたから、この辺にね、他の変異体のアンドロイドもここを住処にしてるみたいな感じなのかな。いや、さすがにこの環境はないか。開ける。開かない。このパターン多すぎでしょ。はい、どうせそこも開かない。案の定。どこなら開くんだよ逆に。で、どこ行けばいいんだ。本当に何もないな。え、怖えよ、なんか急に出てきそうで。人が、びっくりした。俺マジでビビらせんじゃねえ、ふざけんなよ。ちょっとさ、違う人が通るのはまだわかるけど、今のなんか SE おかしいでしょ。ギャーンって感じのさ、ビビらす SE。 こっちから来たけどこっちなんもねえじゃん。何してたんだよ今の。人影だよな。お前マジでビビらせてきやがったな。怒るよ。怒ってるけども。で、あ、なんか調べるとこある。珍しくかがんでここを通る。ちょっと予測しよう、マーカス。予測怠ったよね今。怖くなってきたじゃん。怖くなってくると騒がしくなるんだよね、露骨に俺。その辺自己分析できてるから。あ、こっちか、こっちの扉。はい、あ、あ、開いた。珍しい、こっちに行ったのか。こんにちは、失礼しますよ。いるんでしょう誰か。 NHK です。あの、テレビありますよねオタク。受信料支払われてないようなんですけど。いや、一段と暗くなったな。いや、これまっすぐ進むしかない感じかな。ちょっとちょっとちょっと、いやー、しば、マーカス、予測しよう。怠ったよね予測。あ、いった、背骨。くしくもアンドロイドでよかったね。人間だったら一番強打しちゃいけないとこだよ、背骨と後頭部。あ、アンドロイドだ。あ、あれ、こいつ一番最初の、こんにちは、一番最初のチャプターであったやつじゃないの。コナーが説得したさ、屋上で。え、でも最終的に俺撃ったよね。コナーが銃隠し持ってて、俺のストーリーだと撃ったはずなんだよな。あ、この分岐なんだよ。まあでも基本的にこのチャプターはそうだな、一本道に近い感じだな。
だからあんまり何パーセントとか出ないのか。はははは。うわ。どうなるんだこの後。なんか頭が整理できてないな。最後の方ビビらされたし。ちょっと待ってよ。最後なんて書いてある？チャプターの最後。ジェリコに身を隠す仲間を見つけた。仲間を見つけたんだ。そっか。やっぱり逃げてる者同士、マーカスとカーラがどっかで出会うかなって思ったけど、そんなことはなかったな。となるとカーラがこの後どう動くか気になるとこだけど、まあまた次回ってことにしましょう。はい。また次回お願いします。ありがとうございました。